タトラカータトラ T7T7 は、かつてチェコスロバキアのプラハに存在した、KD タトラが製造した、路面電車車用。従来車を改良する形で設計が行われ、ソビエト連邦向けの T7 バイト5が製造されたが、社会情勢の変化から、総数は8両のみに終わった。1985年から、ソビエト連邦向けに生産が行われていた T6 バイト5をもとに、 各部に改良を加えた形式。上高扉や全面形状が変更され、主電動機の出力が 50kW に向上した。一方、車体重量は T6 バイト5よりも重い20トンとなった。制御装置は T6 バイト5と同様に、サイリスタ直波制御方式の TB3 型が用いられた。1988年に最初の試作車2両が製造され、チェコの首都、 プラハのプラハ自伝で試験を兼ねた営業運転に用いられたが、一両は2002年に廃車された一方、もう一両は1991年に KD ータトラの工場で改造を受け、ノルウェーの首都オスロを走るオスロ自伝へ譲渡された。1995年にイベント用車両として改造された後、1999年以降は、 スウェーデンのヨーテボリデンに在籍している。さらに、同1988年にはもう2両の試作車が製造され、プラハデンでの短期間の使用を経て、ソビート連邦のモスクワに導入された。1993年には、モスクワデン向けの量産車が製造されたが、東側諸国の民主化やソビート連邦の崩壊などの社会の変化により4両の生産に止まった。 これらの車両は2010年まで定期運転に使用され、2020年現在も一部が保存車両として残存している。ありがとうございます。